三角形の宇宙船についてやってみたいと思います。アメリカの UFO に関する特許論文の翻訳と解説シリーズの5回目。今回は三角形の宇宙船という論文に挑みたいと思います。特許名は三角形の宇宙船です。特許番号は US2006-014-5019A1 でございます。 特許の日付は2006年の7月6日でございます。発明者はジョン・クインシー・セント・クレアさんです。 これまでの動画で扱った特許論文はいずれも2018年頃にサロバートーレ・パイス氏が出願、認可されたものでした。今回の特許論文は別の人物であるチョン・クインシー・セント・クレア氏がそれよりも12年ほど前に出願、認可されたものでございます。 三角形の宇宙船というからには、例のアメリカ軍の UFOTR-3B との関連性に大きく期待が持てますね。それでは解説に移りたいと思います。ではまず概要からいきます。 本発明は三角形の船体を持ち、各コーナーに垂直の静電荷があり、船体の側面に平行な水辺の電界を生成する宇宙船です。このフィールドは、船体の側面にあるアンテナによって放出される平面波と相互作用し、揚力と推進力の両方を組み合わせた体積あたりの力を生成します。 次に発明の背景バックグラウンドを説明したいと思いますではまず図1を見てみましょう宇宙船は正三角形の形をした船体を持っていますパラボラアンテナ E は船体の下部中央に配置されています水平溝付きアンテナの配列は船体の側面に沿って配置されています A でございます。見えない反対側にも同じように対称でスリット付きの板が張っているということでございます。各バックコーナー FG には正の電圧プラス V に帯電された同電性プレートがあります。 前方のコーナー C には負の電圧マイナス -v に帯電された導電性プレートがあります運動制御用半球 D は3つのコーナーのそれぞれの底面にありますちなみにこの後しばらく大学レベルの数式がいくつか出てきます数式は理解できなくても問題はありませんなんとなくの概念を感じ取っていただければ大丈夫です では次、図2を見てみたいと思います。2つの平面 AB は原点 O で開き角 β で交差します。各平面 XY は電圧 V に充電されます。点 P の電位は極座標ローファイで決定されます。極座標でのポテンシャルファイのラプラス方程式は次の式になります。ロー分の 1DD ロー ローディファイディロープラスロー2乗分の1 d 二乗ファイディファイ二乗イコール0。ラプラス方程式は静電ポテンシャルを表す方程式です。変微分方程式の一種なので、筆記体のデーを様式化した記号であるデーデルが変微分の記号として使われます。 ポテンシャルとは、潜在力、潜在性を意味する物理用語です。変数分離解を使用すると、ポテンシャルは2つの関数の積として与えられます。ファイローファイイコール、R ロー、プサイファイ。これをラプラス方程式に代入すると、次のようになります。 R 分のロー、DD ロー、ロー DRD ロー、プラスプサイ分の1、D2 プサイ、D ファイ事情、イコール0。二つの項は、それぞれローとファイの別々の関数であるため、それぞれが定数であり、定数の合計が0に等しい必要があります。R 分のロー、DD ロー、 ロー DRD ローイコール V 字上。プサイ分の 1D2 プサイ D ファイ字上イコールマイナス V 字上。これらの2つの方程式には次の解があります。R ローイコール A ローの V プラス B ローマイナス V 上。プサイファイイコール A コサイン V ファイプラス B サイン V ファイ。 方位角ファイは0小なりイコールファイ小なりイコールベータの範囲の値に制限されます。境界条件はファイイコール0およびファイイコールベータの場合、ポテンシャルファイが任意の半径ローに対して V に等しくなります。これは制限関数が0になるように V は π の整数値でなければならないことを意味します。sin Vβ イコール sin β 分の mπβ イコール sin mπ イコール0。これは上記の解では予言項の係数 A が0でなければならないことを意味します。B イコール0を選択すると、ポテンシャルの一般的な解は次のようになります。 ファイローファイイコール V プラスシグマ M イコール1から無限 AM ローの M パイ割ることのベータ上サイン M パイファイ割ることのベータ高校で習ったシグマが出てきましたねこれは角度が0の場合制限は0であり電位は V であることを示しています 角度が β の場合、制限が再び0になるように π の倍数をとります。級数には半径の正の累乗が含まれるため、ローが十分に小さい場合、級数の最初の項、m イコール1のみが重要です。従って、ローイコール0付近では、ポテンシャルはおよそ次の式の通りです。 ファイローファイ、ニアリーイコール、V プラス、A ローの π 割ることのベータ上、サインパ π ファイ割ることのベータ電解成分は、電位の負の勾配です。e ファイローファイ、イコール、マイナスロー分の1、d ファイディファイ、イコール、マイナスベータ分の πA1、 ローのパイ割ることのベータマイナス1乗、コサインパイファイ割ることのベータファイイコールゼロおよびファイイコールベータでの表面電化分布シグマは、表面に垂直な電解に空間の有電率イプシロンゼロをかけたものに等しいです。シグマローイコールイプシロンゼロイーファイローゼロイコールマイナスベータ分のイプシロンゼロエイ a 1 ローの β 分の π-1 乗、交点の角度 β が π 未満の場合、方程式は正の累乗の半径が非常に小さいことを示していることに注目してください。これは電化密度の蓄積がほとんどないことを意味します。 さて、ここまで難しい数式が続いていましたが、これは次の図3を説明するために、理論のバックグラウンドを説明していたわけです。次の説明以降では、宇宙船がなぜ三角形である必要があるのかがわかります。では、図3を見てみましょう。 正三角形の先端の場合、ベータの値は360度から60度を引いた300度となり、次のようになります。ベータイコール180分の 300π イコール3分の 5π、ローの3分の 5π 分の π マイナス1乗イコールローの5分の2乗分の1。 これは小さな半径では5分の2乗の電化密度の特異性があることを示しています。従って、船体のコーナープレートは、鋭い垂直コーナーエッジに沿って巨大な線電化密度を生成します。線電化密度のポテンシャルの式は次のように与えられます。 X X とじの事情プラス、y、y とのここでダは垂直 z 方向の単位長さあたりの電荷でありと y は y 平面内の線電荷の位置です。 次に図4を見てみましょう。図4は三角形の線体 D 周辺の潜在的な等高線 A 及び3つのコーナーライン電荷によって生成された電界の矢印 B を書き込んだ図です。線殿下は図の紙面に垂直です。 電解の矢印が中央のパラボラアンテナ C と平行に交差していることにご注目ください。また、電解は三角形の辺 D に対しても平行です。これが重要なんです。次に図5を見てみましょう。三角形 A の側面に沿って設置された水平溝付きアンテナの配列 B は、 垂直変化の電解 C を持つ電磁波を放射します。これらの進行波は三角形のコーナーにある宣電下によって生成される電解 D と相互作用します。つまり、9個の板のユニットが集まっている状態でございまして、真ん中の黒い四角、これ溝でございます。 で、これが三角形の線体の左側と右側の垂直面に貼ってある、9個並べてある状態でございまして、垂直変化が各このスリットから出てくるということでございます。縦にウェーブ打ってる電波が垂直変化なんです。で、それからですね、お電波には水平変化というのもやしこれはね、水平にヘビみたいにニョロ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 。 このフィールドの組み合わせは微分形式の数学を使用して2つのフィールドのウェッジ積の微分のホッチ相対によって表されます。アンテナの電磁場は進行する磁場 BW と電場 EW の組み合わせです。宣電下によって生成される定常場 E は進行波に垂直です。アスタリスク DE ウェッジカッ BW プラス EW ウェッジ DT カッコと G C 分のイプシロンイコール体積分の力ここでイプシロンは空間の線形静電容量 C は高速です したがって、船体の周囲には体積あたりの力が存在します。このフィールドの組み合わせは、アインシュタインの一般相対性理論によって決定される時空の歪みを生成します。進行電波は垂直 Z 方向に振幅を持ち、X 方向に移動します。EW イコール EZ コサイン X マイナス T ファラデー電磁テンソルにはすべての電磁場の x, y, z 方向が含まれます。次の行列の最初の行と最初の列には2つの電解が含まれています。fβα イコール t 0ex 0ez cos x-t x ex 0 0 000 0 y 0 0 0 0 z, ez サイン x minus t, 0, 0, 0. テンソルとは、ベクトルや行列を拡張させた概念で、たくさんの数値を集めて、一つの情報として表現できます。テンソルがただの数値の集まりと違うのは、数値の種類、次元、軸の数がいくつあるか、 一種類あたり何項目あるかなどの基本情報を付け加え、膨大な数値の集まりをきれいに整理できてしまう点にあります。言葉で説明すると難しいですが、図をご覧になると理解しやすいと思います。ベクトルは一列の数字だけなので、一種類一次元のテンソルとして表せますし、 行列は行と列で2種類の要素があるので、2種類、2次元のテンソルということです。時空にかかる応力は、重力物理学の応力エネルギーテンソル t から計算されるように、xx,yy, および zz 方向に発生します。4πtμν イコール f μ α f α μ マイナス四分の一、g フア f ファ f ータここで g はデカルト空間の軽量テンソルです。g ータイコール t-1000x0100y0010z0001 ここで対角成分は基本時空調 DS の2乗の係数です。DS2 乗イコールマイナス DT 次乗プラス DX 次乗プラス DY 次乗プラス DZ 次,次乗。計算により X、Y、Z 方向それぞれの3つの応力 TXX、TYY X X、TZZ TY が導かれました。 ここまで難しいテンソルの計算をしてきましたが、これは次の図6のグラフを描画するためのプロセスでした。つまり次の図6をご覧になって、なんとなくイメージができればそれで OK です。ここで飲み物飲まさせていただきます。 では続きに行きたいと思います。こちらが図6でございます。これらの3つの応力を時間の経過に伴う9つのフレームでアニメーション化された 3D ベクトル場として描画してみました。グラフは垂直の矢印で示されている揚力と散在している水平の矢印で示されている推進力があることを示しています。 時間の経過とともに、これらのベクトルは互いに場所を交換するため、揚力は推進力になり、その逆も同様で、船体の周りに波状の応力エネルギー場が生成されます。結局、この特許論文は、これが言いたかったのです。 計算の結果、三角形の宇宙船には、揚力と推進力が形成されることになるから、反重力的に浮くことができるし、推進飛行できますよということです。では次に図7を見てみましょう。アンテナ A は銅板からできており、長方形の水平溝 B が、打ち抜き加工と板金固定具を使用して切りかかれています。 アンプと周波数発生器からの同軸ケーブルは、外側のケーブル D を溝の片側にハンダ付けし、内側のケーブル E を溝の反対側にハンダ付けすることによって、溝全体に接続されます。これにより、隙間全体に静電化と不電化が発生し、 銅板に垂直に放射する垂直電解 F が形成されますここでもう一度本発明の概要を振り返ってみましょう本発明は三辺の垂直角に回転した平板を有する三角形の線帯を備えた宇宙船です後部の2つのコーナーは電位 V に充電され 全部のコーナーは電位マイナス V に充電されます。コーナーの60度の角度は線電化密度の特異点を生成し、また三角形の側面に平行な線体の後ろから前に向かう巨大な水平電解を生成します。三角形の線体の側面に配置された水平溝付きのアンテナの配列は 垂直方向に分局された電解で電磁波を生成します。これらの電解の組み合わせにより、宇宙船が揚力と推進力を受けるように、垂直方向と水平方向の両方に時空力が発生します。ではここで私近くの考察に参りたいと思います。難しい数式が多く、難解な特許論文のように思いますが、要点は2つです。 一つは厚みのある正三角形の船体構造が揚力と推進力を同時に生み出すということです。噂に上がるアメリカ軍の UFO と言われる TR-3B の形がなぜ一般的な UFO の形である円盤型などではなく三角形であるのか皆さん疑問に思われていたでしょうが当特許をもとに考案された機体だとしたらその形状の理由に 大きく頷けると思います。もう一つは、この論文の理論の大元は、空論力という電磁気学の中で最も基本的な静電気に関する力であるということです。空論力とは、ごく簡単に言うと、下敷きで頭をこすって、髪の毛が下敷きに吸い寄せられる時の力です。つまり、単純に考えれば、 船体に加わる上向きの空論力が地球の重力を上回れば船体が浮くということです。静電気の力である空論力が地球の重力を上回ることができるのか実はこれ、理論上では簡単に上回ることができるのです。何しろ空論力は重力の10の40乗倍ぐらいというとてつもなく強い力なのです。 それではなぜ日常的には重力の方が実感しやすいのかというと、重力には引き合う力、引力しかないのに対し、空論力には引き合う力、引力と反発する力、積力の両方が働くので、多くの場合、引力と積力が相殺して実感できるほどの力が発生しないからです。 しかし、当発明のように、空論力の向き、ベクトルを揃えることによって、重力を上回る大きさの上向きの空論力を船体に加えることができるのです。このように、理論的には三角形の宇宙船は浮きます。 問題は、導電性プレートや水平溝付きアンテナを帯電させる膨大な電力をどのように賄うかです。ちなみに TR-3B アストラの元になっている機体とされる、アメリカ軍が開発している極超音速級の戦略偵察機 SR-91 オーロラの推測されるスペックは、 全長35メートル、全幅20メートル、全高6メートル、最大離陸重量71,215キログラムと言われています。この機体を当特許の発明のシステムで浮かせるには、どれだけの電力が必要になるのか。もし数学が得意な方がいらっしゃいましたら、ぜひ計算結果をコメント欄までお願いします。 当チャンネルでは今後も UFO に関する特許論文の翻訳と解説を断続的に続けていきたいと思いますチャンネル登録をされて首を長くしてお待ちくださいね「 저구저 <susurra> <susurra>